木村久蔵から1898年1月29日は埼玉県の養蚕家、共振社、日本産種貯蔵庫社長、埼玉県立小玉白葉高等学校構想、一派温暖育を考案し、共振社も繁産室を建設した、高山社の高山長五郎は実刑、高下2年10月10日上野国力野郡高山村の豪農、高山虎蔵の伊豆として生まれた。 陽名は美之助。安政四年父が田子郡日野村に隠居すると、その隠宅で火事に従事した。近隣農家から三男子を譲り受け、屋根裏で養蚕を試みたところ、良質な眉を得たので、翌年実家に呼び戻され、兄長五郎と養蚕の事業化を試みたが、解雇は一転して、白、強し病で全滅してしまった。 同じ養育方法を用いながら異なる結果となるのは、養育環境が違うせいだと考え、以前の養育環境に習い、産室に空気を取り込むよう家を改造し、常時いろりを焚いた結果、文久元年再び良質な眉を得ることに成功した。兄、矢次郎の養か、木村矢次衛門宅で養蚕に従事する中、現地元年次女島子と結婚し、縁か、 木村勝五郎家の再興を依頼され、慶応3年3月神奈川岸寄島河原を開拓して新居を構えた。明治初年、林村渡瀬村、原善三郎に託して、横浜で自製品の輸出を試みたが、福島県柳川の養産家、中村佐平寺に品質を酷評されたため、さらに改良を重ね、火力による空気流通、湿度調整に主が置く、 独自の養蚕方法を確立し、明治5年頃、一波温暖育と称し、おい、木村豊太郎、浦部良太郎等を通じて、普及活動を行った。解雇を信仰対象として、出来を祈っていた農民からは、寄島の絹が相模と崇められる一方、伝統的自然観と対立する常時保温という、手法は、入り替えとも揶揄された。 魔術を用いているとの噂も立ち、大里郡荒川岩坊村に出港した際、たたりを恐れた住民に締め縄を張って塩をまかれたり、某所での公園に、三種菜、青木を持ち込んだところ、魔人の入った容器と誤解され、徴収に領収を発砲されたこともあったという。時間単位での通風管理を要したため、従来の女性による稲作の副業としての養蚕では、敷居が高かったが、 養産業の専業化、労働集約化が進むにつれて需要されていった。明治末期頃の共振者ミラノにて、右から三好木村、高島、大里、田中日本産出貯蔵株式会社貯蔵庫共振者、模範産出1877年4月、養産改良共振組を結成し、全国に教授院を派遣して、養産法を広めた。百七十八年、 神奈川県主催連合共振会で三種改良の必要性を指摘され、1879年3月、前橋の静止家勝山総三郎から三卵子を譲り受け、1881年3月、埼玉県庁に提出する際、白玉新選と命名した。1881年以来、松方デフレで眉、キートの価格が暴落し、秩父事件が勃発する中、 1884年共振組を共振社に改組し、新宿村の自宅に本社小玉町に出張事務所、11月同町に養蚕練習所を設立し、養蚕法を伝授し、養蚕業の振興に努めた。1889年3月の賞無賞の命でパリ万国博覧会とイタリアフランスの製紙業を視察するため、大里中一郎、田中仁兵衛、 三好市兵熊、高島徳造と要行し、リヨンドーマパリロンドンをめぐり、パドバ養蚕実験局では、エンリコ・ベルソンに三種保護法を学び、10月18日帰京した。1892年要講中に見た倉庫を、参考に、埼玉県知事、吉田清秀の援助、農商務課長山中、福永の終戦、立野金吾の設計で、本庄町に、 産種貯蔵庫を建設し、日本産種貯蔵会社を設立し、他の業者から産種保存を受け負った。1894年イタリアの産室をモデルに、養産練習所に共振者模範産室を建設した。1895年1月9日呼吸器を患って、東京北里研究所病院養成園に入院し、6月退院して帰郷した。 1897年2月より、学理的な教育を行うため産業高級賞を開校したが、12月16日病気が再発し、1898年1月29日夜、自宅で死去した。時世は、七旅のよう、迎え買うとも変わらずと開校会の道に尽くす心は、2月7日新宿の先祖の母域に葬られた。法名は、安野林国運 1900年11月、金砂神社隣の球場に木村王聖徳碑が建立された。1982年版、埼玉郷土カルタに養蚕の技術進めた木村久造が入選した。1989年11月22日、高級所跡地の小玉公民館前に産業教育発祥の地位渋みが建てられた。2013年11月10日、 模範産出敷地内に共造が建てられた。高山長五郎折も藤太郎高山氏は、平良星を称し、永6年間鉱山園、江森光栄は、関東管理下見すぎ県政に従って、鉱山城に住み、その小宮、馬之助重政は、武田氏、ご法城氏に属した。子孫は代々高山村名主を務めた。木村豊太郎園祖は、坂の上の田村麻炉といい、先祖、 木村忠しは、大見国木村郷に住み、宇野七郎親父の小絶が後を継いだ。その子孫、二郎五郎ゼリは乱を避けて、武蔵区に小玉郡新宿村に移り、土地を開拓した。ありがとうございます。